年代別のブラジル代表で背番号10を背負い将来を期待されていたアデミューソン。今回はそんな悪童アデミューソンの面白いエピソード50連発を紹介していきます。2020年ガンバ大阪に所属していたアデミューソンは運転中に左前側ボディを走行車線の自動車と接触するも認識しておらずその場を立ち去る。事情聴取の結果さらに酒気帯び運転だったことも判明。被害者との示談も成立した結果を受けガンバ大阪は臨時取締役会を開催。日本サッカー協会統一選手契約書の契約条項に基づき契約解除。そんな酒気帯び運転でクビとなったアデミューソンの事故当日の流れが判明。ホームゲームが開催された後にチームは20時に解散。その後知人宅で食事をし外出後バーやクラブで早朝まで飲酒をしていたクルー。午前8時前に運転開始、8時35分頃接触。本人はそれを認識せず10時から行われるチームトレーニングに参加。体力がすごいと話題に。実はアデミューソンが事故を起こす1週間前にアルベレックス新潟に所属していたフォワードファビオと同乗していたフォワードペドロランジーが酒気帯び運転で書類送検されており、2人とも契約を解除したばかりだった。1週間の間にまたしても愚行が繰り返されてしまったため、さらに批判を浴びることに。アデミューソンは現在プレイしている中国と日本での違いを語る。日本で6年間プレイしていたけど中国とは全然違うね。日本人は話したり教えたりするときには大抵真面目になる。その一方でジョークや友達付き合いには閉鎖的なんだ。中国人はガイドや説明をするのはあまり協力的ではないが、たくさん遊んでくれるので外から来た人にとっては助かるよと日本をディスる。アデミューソンがガンバ大阪時代浦和レッズと対戦。前半から激しいマークに遭い苦戦を強いられると、後半またも激しいチャージに来たディフェンダー牧野ともつれた際に報復行為で溝落ちにパンチ。一発退場に。試合も4対0で負けてしまう。練習試合にて韓国のチームと対戦した際ファールをされたアデミューソンが激怒。両軍入り乱れる乱闘寸前に発展。長谷川監督が相手監督に、うちは血の気の多い選手がいるのでと紳士的に対応する場面。試合はアデミューソンもゴールを決め6対1で勝利している。そんなアデミューソンはサッカーエリート。2005年からブラジルのサンパウロ FC の下部組織に所属。順調に成長し18歳である2012年2月2日カンピオナートパウリスタのグラニア FC 戦でプロデビュー。アデミューソンが脚光を浴びたのはプロデビュー前の2011年アンダーセブンティーンワールドカップ。ブラジルの中心はサンパウロの同級生神童ルーカス・ピアソンとアドリアンだったが、エースナンバー9番を与えられたアデミューソンは94ジャパンと言われ快進撃を見せていた。日本代表との準々決勝でも得点を決め、チーム内得点王で大会3位となる5ゴールを記録。その後も年代別代表に選出されたアデミューソン。2013年に行われたアンダー20南米選手権では実に34年ぶりに本大会出場を逃す屈辱を味わったが、2014年には年代別ながら王国の10番を背負いフランスのトゥーロン国際大会にも出場。3ゴールを記録しブラジルの優勝に大きく貢献。年代別の代表にも選出され、サンパウロでも活躍を期待されたアデミューソンだが、当時はパト、ルイス・ファビアーノ、アラン・カルデッキという国内屈指にして A 代表経験のある強力なライバルがずらり揃い、出場機会を得るのは難しい状況だった。出場機会を求めてブラジル国内のスポルチへ貸し出される話が出ていたところに、出場機会の見込める横浜 F マリノスへ移籍することとなったそう。一部のサンパウロサポーターは両債権を処理できたと放出を喜んでいるという報道も。アデミューソンの横浜 F マリノスへの決め手となったマンチェスターシティのつてとは、マンチェスターシティを傘下に置くシティフットボールグループが横浜 F マリノスの株式を 19.95% 取得。これによりヨーロッパに最も近い日本のクラブの一つになり、活躍次第ではマンチェスターシティに行ける可能性も報道されていた。そのような理由もあり、2015年2月28日、J リーグの横浜 F マリノスへ期限付き移籍で加入。合流は8日と試合1週間前。しかし、2015年3月の14日、FC 東京戦でいきなり初先発で出場。アデミューソンはロマーリオ2世と呼ばれ、得点を求められるも、実際に見るとプレイスタイルは違う。実用的なテクニックを持ち、駆け引きや体とスペースの使い方が非常にうまく、サッカー IQ が高い。さらに、味方も使え、サイドやトップ下でのプレーも可能と思わせる万能型ストライカー。アデミューソンが横浜 F マリノスへ移籍が発表された際のファンの反応。本物じゃねえか。これで横浜が優勝。さすがシティ。伊藤翔で7位だから、ぶち切りだな、と期待値の高さが伺える。アデミューソンが日本に移籍した当初、知っている日本人選手について問われると、中村、本田、と同僚となるミッドフィルダー中村俊介、AC ミランの日本代表フォワード本田圭介の2人の名を挙げた。2015年シーズンの横浜 F マリノスが走りすぎと話題。平均走行距離で圧倒的1位で、アデミューソンも10キロ以上走り、チームに貢献。スプリントはやや少ないため、アデミューソンは歩いている、とのコメント。2015年ファーストシーズンのスルーパス本数ランキングで堂々の1位を獲得。総数は61本で、成功率は 37.7% と、チャレンジした回数でも圧倒的な1位に。精度のほどは。アデミューソンが足を伸ばして、大久保と接触して大久保が転倒。先に大久保が、アデミューソンの顔を手で叩いたとして、両方にイエローカード。前半に1枚カードをもらっていた大久保は退場処分。納得のいかない川崎の選手たちは、試合後も審判を批判するなど大問題に。2015年シーズンが終了すると、アデミューソンの移籍話が取り沙汰され、まさかのガンバ大阪への移籍濃厚と報じられる。ブラジルに帰らないのか。いや、パトリック、高橋、宇佐美、アデミューソンの頭文字で、PTA 結成という期待のコメントが多数見られた。
報道の予想通りガンバ大阪に移籍したアデニューソン、オフに入ってから個人的には日本に戻る時のチームは F マリノスしかないと考えていました。 F マリノスが私が戻れるように最善を尽くしたことは知っていますが、いろいろなしがらみがあったと、今回の移籍は不満があったことを明かす。そんな不満を口にしての移籍であったため、アデミューソンがガンバで活動をするたびに盛大にいじられることに。ネットではしがらみのチェックとしてスレッドを立てられ、ガンバの新ユニフォーム発表記者会見の写真を載せられ、思ったよりも目が死んでる、いや目が笑ってないとのコメントが。しばらく経ってからもしがらみ発言をいじられるアデミューソン、同郷のパトリックとの写真を SNS にアップするも笑顔がぎこちない、いやしがらみューソンといった新たなパワーワードでいじられている。そんなこんなで迎えたガンバ大阪での初練習に登場したアデミューソン、目が死んでいるとここでもいじられるが、それ以上にクラブのレジェンド的存在、北川の方が死んでいると話題になり、クタス班より馴染めているといったコメントも。まだまだいじられるアデミューソン、宇佐美、パトリックと3人での写真を掲載され、最強攻撃陣という題名だが、またも目が死んでいると話題に。キャンプも始まり、アデミューソンも打ち解けてきたのか、再度同郷の先輩パトリックとの写真をアップ。食事シーンで2人とも笑顔の写真に、パトリックとは打ち明けた、いやいい笑顔とのコメントが。パトリック以外の選手との写真もアップしたアデミューソン、チームメイトの丹羽大輝と王ジェソクとパトリックとの写真は笑顔で充実した表情を見せる。これ以降はしがらみいじりはほとんどなくなる。大阪にも馴染んできたアデミューソン、ガンバサポーターが NMB メンバーの写真を載せてツイート、アデミューソンがこれをまさかのリツイート、握手会並ぶのか、いつの間にアイドルオタクといったコメントが。2016年シーズン開幕後は大不振に陥ったガンバ大阪、アデミューソンはプレー自体は悪くないが結果が出ていない状況、そんな中でも宇佐美のゴールをアシストしたプレーが上手すぎると話題に。抜け出してディフェンダー2人をかわすとドフリーの宇佐美にパス、あとは決めるだけという完璧なお膳立て。このゴールの後宇佐美とダンスパフォーマンスを披露、このダンスはブラジルのグローブスポーツ .com でも伝えられていた。同誌では国外でプレーするブラジル人選手を広く扱っており、今回が特別というわけではないが、 MC コリンガのタカタカという曲の踊りだったよ。2017年シーズンからアデミューソンの保有元サンパウロからガンバ大阪への完全移籍が発表される。移籍発表にファンは結局シティには行けずか、いやアデミューソンは決定力がない、でもそれ以外は本当にすごい、まさに日本人といった助っ人外国人としては少し物足りない評価が集まる。2017年シーズンが終了して一時帰国したアデミューソンが母国ブラジルでのビーチ写真を SNS にアップ、上半身が写っていたのだが、そのぽっちゃり具合に注目が集まる。清水に在籍していた大前元気と比較され、いい勝負、いやお腹だるんだるんといったコメントが。そんな増量期間を終えて日本に戻ってくる際に、服装の色合いとぽっちゃり声からドラえもんが帰ってきたといじられる。キルプレイでしょ、いや4次元ポケットもあるなとのコメントが。2018年シーズンが始まるもムチムチのアデミューソンに注目が集まる。お好み焼きとかたこ焼きばっかり食ってそう、走るとドスドス言いそうと、開幕から2連敗のチーム状況もあり厳しい意見が並べられる。2019年シーズン開幕に向けてキャンプに合流したアデミューソン、毎年の風物詩となっている体型に注目が集まる。毎年更新されていくムチムチ具合に、オフ遊びすぎだろ、1ヶ月でこんなに一気に腹出るもんなのと、シーズン中とあまりに違う姿に戸惑う声が。合わせてガンバ大阪で5シーズン目を迎えることになったアデミューソン、しがらみューソンと言われた割には気に入ってたんだな、宇佐美を見送って出迎えてるってことに驚きと、怪我の影響もあったが日本にまだいることへの驚きのコメントが多く見られてた。ガンバでの5シーズン目、日本での6シーズン目を迎えるにあたり決意を語るアデミューソン、とても幸せだと感じている、将来はヨーロッパでプレーすること、チャンピオンズリーグでプレーし優勝することが僕の夢だねと、今後ヨーロッパに行きたいことを明かす。横浜 F マリノス時代、試合中に発生した推定マグニチュード 8.5 の地震の発生でガンバ大阪戦が一時中断された。ガンバ大阪の同胞リースに教えてもらうまで地震だと気づいていなかったそう。ガンバ大阪移籍当初、アデミューソンの印象を聞かれた宇佐美に、タイプ的にはエジル、オスカルに近いと評される、周りを生かして自分も生きるというタイプで力を引き出し合う関係になれればと同等を宣言していた。2018年 J リーグベストイレブンを選ぶ、意外としっかりした理由を述べ、バランスのいいチームが出来上がる、 J リーグに留まっている場合ではない、いや将来のセレソンだったのにとのコメントが。アデミューソンがガンバ大阪のスタジアム飯デミグラスハンバーグドッグを食べて感想を言う動画がアップされる。まさかの上からの食べるシーンがあり、食べ方に注目が集まる。最後には僕なら10個食べれると言わされ感満載のコメントで締めくくる。二つ目の食レポは、アデミューソンがガンバ大阪のコラボスタジアム飯、アデのパルメジアーナ風チキンカツレツを試食。ブラジルの郷土料理とあってかテンションが高く、いただきます、美味しいと日本語で話す。さらに上手にお箸を使い食している姿に、お箸の使い方うまのコメント。ガンバ大阪時代のアデミューソンが先生としてドリブルテクニック術というドリブルを教える動画に登場。シザースを教えるのだが、右足で素早くシザースして左足で一気に抜き去ると、シンプルで非常に難しい解説を加える。ガンバ大阪から契約解除後、次の行き先はと空港でのショットを投稿し、新天地へ向かうことを匂わす投稿を行った。次に行った投稿は銀座で撮影した写真に東京との一言を添え、再来日していることを報告。ファンは日本クラブに復帰かと騒然。結局は中国2部の武漢三鎮というクラブに移籍。クラブとアデミューソンは1月に基本合意に達したとのこと。3部から昇格した武漢三鎮にとっては、実績ある選手の獲得は大きな補強と注目が集まる。
この移籍は大正解だったのか。2021年シーズンにアデミューソンの活躍もあり、中国2部優勝。アデミューソンは中国2部リーグの開幕節でいきなりゴールを決めると前線でレギュラーに定着。数試合続けてベンチ外となる時期もあったが、21試合に先発出場して11ゴールを挙げ、優勝に大きく貢献。続く2022シーズン、昇格1年目にもかかわらず、序盤から優勝争いを展開。25勝3分け6敗と、2位、山東泰山に5ポイントをつけて2年連続、今度は一部でリーグ優勝。アデミューソンは11ゴールと、しっかり仕事をして優勝に貢献。アデミューソンの憧れは、同胞のネイマール。ネイマールは別格だね。彼だけ別次元の領域に達しているよ、と2歳上のアイドルを絶賛する。ガンバ大阪時代、同僚東口のインスタに登場。ファビオとアデミューソンが音楽に乗せてノリノリでダンスする動画で、筋トレしろ、いや MP が吸い取られる、なんか中毒性があるといったコメントが。アデミューソンの最終的な夢は古巣であるサンパウロでプレーすることだという。サンパウロの情報は確実にチェックしている。愛着があるのでサンパウロに戻りたいと思っている。自分の意思だけでは決められない。でももし機会があればいつかトリコロールのシャツを着たいと、サンパウロ愛を語る。というわけで、今回はアデミューソンにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで、視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後に、この動画が面白かった方は、チャンネル登録だけでいいので、お願いします。またこのチャンネルでは、サッカー選手の面白いエピソードを紹介しているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。